はい、皆さんこんにちは。今日の一言やっていきたいと思います。1日1つ英語ネイティブの日常会話の音声を聞き取ってもらうリスニングクイズです。ぜひガンガンチャレンジしてみてください。それでは早速今日の一言言ってみましょう。この後にネイティブの音声が流れますので、何を言ってるか当ててみてください。 Yep, here you go. Yep, here you go.はい、では答えの方に参ります。答えはこちらです。 Yep, here you go. でした。はい、どうぞという意味です。発音はカタカナで書いていますので、スピーキングの練習をしてみてください。 Yep, here you go. Yep はイエスと同じ意味です。ネイティブはよく使いますが、かなりカジュアルなニュアンスになります。 P の音はかなり弱いです。 Yep. Here you go ではなく、3つの単語を全部くっつけて一気に言いましょう。 Here you goHere you go. ではゆっくりなバージョンでも聞いてください。 Yep. Here you go. では最後に3回ネイティブの音声に続いて、皆さんも声に出して喋ってみてください。 Yep. Here you go. Yep. Here you go. Yep. Here you go. 難しいと思った方はもう1回繰り返して練習してみてください。では次回の問題を流します。Sorry, you're breaking up. こちらの答えは次回お伝えしますので、ぜひチェックしてください。それではまたお会いしましょう。 See you next time.